実写に近いっていうのが、うん、練習にも置き換えれるんですよ。もうね、足りない感じになるじゃないですか。おお、見てくださいよこれ、弱視してるからこれ。あ、ほんとだ、わかるわ。俺これなかったら多分ね、今のこのね、あのどこ行ってましたってなかったかもしれないし。どうも、ガイファクトリートルト、ももです。今日はですね、はいはいはい、めちゃめちゃ有名な、プロドライバーのガレージに、来てます。はい、はい、さあ誰でしょうか。誰でしょう。ょ楽しみですね。行ってみましょうか。さあもう車両で多分、わかると思うんですけど、見てくださいよこれ。歴戦を戦い抜いた。うわ、すごいな。もう皆さんお分かりでしょうね。いやもう視聴者の方は。絶対わかりますよ。勲章がすごいね、さすが。いやさすが、やっぱりドリフトはもうこれがもう命で神様ですから、もうこんな近くで見れるのは。うおー、さあじゃあ、中にいらっしゃると思いますんで、行っちゃいますか。突撃で、はい、行きましょう。始め、はい、お疲れ様でーす。失礼しまーす。失礼しまーす。ガヤファクトリーでーす。お疲れ様です。そういうところ、わざわざ来てもらって、レーシングスーツ着てもらってるんですね。待ってたよ。あれ、待ち時間長かったからさ、もう、はい、見てたよこれ。あ、うちの。さっき、あ、まあ大阪のまあ一応連れなんですけど、あれほらもう俺ら先にしてんじゃん。ペナルティだよ。削除しときます。削除はやばいって、削除は。ということで今回は。日々の哲也選手とのコラボ動画になってます。もう大ベテランのドリフトプロドライバーということで、今年2021年はですね、フォーミュラドリフトジャパンに参戦していまして、4ローターのロータリーエンジンを搭載したリバティウォーク S1 号シルビアに乗ってます。コラボっていうことは、日比野さん YouTube チャンネルやってるんですよ。 YouTube チャンネルにはこれまでのフォーミュラドリフトジャパン参戦期の動画を出してたり、本当 AE86 の動画かなり出てます。乗り続けてきた大ベテランのドライバーさんなんで、なんで86に関すること結構出てて、86乗りなんかの方にはね、ここは壊れやすいよとか、ここのこれをやっといた方がいいよっていう動画もありますし、あとはコースの説明してるんですよね。これね、僕があれなんですよ、やっぱりやってた時代の時ってプロドライバーさんなんかはもう企業秘密ですから、もうこれを YouTube で説明してくれるってね、もう最高なんじゃないかなと思いますけどね。コラボということで、日比野さんのチャンネルでも、うちの動画が出るかもしれません。じゃあ日比野さんのガレージの撮影に戻ります。初のプロドライバー撮影でですね、タジタジになってるところが見れるかもしれません。はい、落ち着かんね、落ち着かんね。ごめんなさい、ごめんなさい。お、シミュレーター、いやいや、見てくれますか、はい、これ2021年、はい、フォーミュラ D ジャパンに出た車を、はいはい、ガヤさんに作ってもらいました。あ、はい、ありがとうございます。いえ、ダメはない、ありがとうございます。今回ですね、はい、ガレージに遊びに来させてもらって、はい、実はですね、はい、アゼットコルサで、はい、ガヤファクトリーがサポートさせていただいて、はい、ドリフトをシミュレーターで実際にやってもらってるってことでですね、はい、そしたらどんな設備を使ってるのかっていうのをちょっと、はい、まあ俺的にね、全然 ねめちゃめちゃ詳しいわけじゃないですけど、これ今使ってるものですね。はい、はい、まずですね、はい、これ見たら分かりますか、はい、TSK って書いてある、はい、これはね、またね、トランスキューブっつって言って、もうなんかカチャカチャカチャってなるらしいですよ、はい、まあ、調べてください。これね、本当にね、あの頑丈なんで、はい、ちょっとね、サイドガンガンって引いても全然ね、あのびくともしないんで、はい、これは安全です。すごい高いやつが入ってるんですよ。これがでもね、あれないと、はい、きっとあのいい動きが多分伝ってこないんで、はい、あとね、このサイド、はい、スイッチ式じゃなくて、はい、あの引いたら引いたら効くみたいな、はい、本当にあのね、本当に自社っぽい、はい、うちと同じトランスキューブですよね。はい、はい、そうです、実は、TSK 株式会社さんから、日比野さんの方もですね、シミュレーターを、はいはい、サポートしているって形ですよね。そうですね、はい、TSK の田中社長って言うんですけど、はい、あの人ね、結構話長いんですよ。
トランスキューブで大変お世話になってる社長なんで、はいはいはい、怒られるんであんま言えないですけど、うんうん、なかなか帰れないですよね。後で謝っときます。ごめんなさい、この聞いたらいいから。僕何も言ってないですからね。トランスキューブの方なんですが、はい、うちの方もサポートしてもらってるんで、はいはいはい、まあ、そのつながりで、日比野さんとうちがつながって、うん、って形ですよね。TSK の社長から頼まれて、はい、まあ、日比野さんを、うん、あのフルサポート、そうですね、アセットに対する全てのサポートを、うん、ドリフトですね、ガヤでよろしくということで、はい、僕実は、はい、奥行きと岡山と、はい、富士、はい、この3つのコースを実はこれで練習したんですよ。走ったことないコースをこのシムで走れるっていうのはすごく有利だったんですね、はい、実際。あ、なんでかというといきなり1歩目の練習から普通に走れるんですよ、はい、なぜか。やっぱりコースを知らないけど、はい、まあここでコース走れるんで、はい、うん、で車も自分の思ったような感じで動くんですよ。あ、それがね、やっぱりね、みんな分かってないから、はい、みんな知らない、ね、知らないからやらないだけで、はい、これ一回ね乗ってみたら意外にね、その実車に近いっていうのが分かるし、でその練習にも置き換えれるんですよね、はい、それはねちょっとね今後これ入れないともうね足りない感じになるじゃないですか。おー、もう本当に国際サーキットなんていうのはドリフトするためにはないから、はい、やっぱり、ね、ドリフトのためにその期間だけ借りるっていうことになってるんですよね、実際ね。だからその練習っていうのはもう金曜日1日とか何週しかできないんですよ本来。はい、だからそれがこのシムで言えば何週でもできるし、まあ、海外のコースでも行っちゃってね走れるし、はい、2人同じコースを一緒に走れたりとかするんですよ、はいはいはい、だからそれがねやっぱりね今最先端の練習なのかなっていう実は思ってます。あるなしで言ったらもう全然違いますか、やっぱり。いや、今後ないと困るんじゃない、まあ、入っちゃってるから、はい、入れないと遅れるよっていうふうにもなんか思っちゃうかな、うんうん、逆に言うとそのあんまりみんな買ってくれると困るなっていう部分だったから今年の本当に単走がどうのこうの、まあ、ちょっと調子良かったのは、はい、これの鍵かなって、バラしちゃうからね。まあ、実際8月ぐらいから結構、うん、日々一緒にテストしましたもんね。そうですね、まず慣れるところから始まって車作り、ハンコン設定、日比野さんの好みに全部合わせて何回も繰り返してようやく実車で練習してるのと同じぐらいに近づいてきたっていう。いや、ライさんがこう、ね、手取り足取りじゃないんだけど、はい、一言一言こううまくね、このちゃんと形にしてくれるっていう時間がすごくね、長かったんですよ。その分、はい、いいものが今できてるから、はい、すごく実車に近いし、だからもうコース、あるコースはもうこの入ってるんで、それを例えばね、トミラ D ってアウトゾーンとかいるんですよ。そのポール立てでここからここまでアウトゾーンみたいな、はい、それをね、作ってくれるんですよ。本当にね、そのただ単純にこれを入れてるから練習になるっていうんじゃなくて、ガヤさんと友達だからこそなんか練習になる。おめえ好きこれ。生意気にアセットコルザでスポッター持ちなんですよ。あ、皆さんそれゾーン、ああそうです。生意気にスポッター、めっちゃ厳しいですよ。ね、50センチ足りないよとか言ってましたね。でもね、返しが遅いとか。ガチでスポッターやってくれるから。やばいっすやばいっす。後でリプレイとか外で見えるから、はい、本当に言われたことが本当にそうだったんだなって。はい、やっぱり確認できるし、これがね、リアルに聞きながら本当にこう実車と一緒、家でとかそのこれが置いてあるところでできるんで、はい、しかもそのオンラインでみんな繋がるわけじゃないですか。だそれがまあ例えばね、愛知県と群馬でもできるから、はい、しかもそれ3人でもできるし、そうですね、逆に追走だけじゃなくてトリプルとかできちゃうから、それですごく今ね新しいというか、なんかみんなやってほしくないな。でもそれぐらいやる意味があるみたいな。あるね、ですよね。俺これなかったら多分ね、今のこのね、どこ行っても走れるってなかったかもしれないし、入ってよかった、うん、ありがとうね。こちらこそ、はい、ありがとう。田中社長にも一応お礼言っておきましょうか。あ、まあ LINE でいいんじゃない。LINE? 長いよ。いつも VR ですか。あ、そうですね、はい、あ、実は、はい、これで、これがこういう感じ、はい、はい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 、そんな感じでいつも練習してます。 VR と画面だとやっぱり全然どうですか、実写から見て。一応このね、その湾曲モニターでちょっとやってみたんですけど、はい、意外にねちょっとねよくわかんない。あ、車ハンドル切ってもなんか切りすぎちゃったりとか、はい、VR でやってみると、はい、意外にこう自分の実写と同じような感覚に近づくんで、はい、VR でやってますね。まあ追走とかもね、やっぱり
この画面の中でしか見えないんですけど、はい、だとこう360度見えるんで、そうですよね、実写に近い、はい、うん、幅広く見えるんで、だからまあ今初めはねちょっとねこう違和感あったんだけど、今はもうちょっと慣れて VR の方がいいかなっていうふうに思ってます、うん、それだけリアルな体験ができるっていうことで、例えば、うん、まあ、ドリフトやってないあの子供たちとかやって実際に体験してもらえれば、うん、FDJ、うん、あのフォーミュラジャパンとか見に行って、うん、あ、こんなに難しいのにあの、日比野選手はこういう走り方をしてるとか、そういうなんか面白いところもありますよね、実写とこういう比較して、ね、実際これって別に体が小さくてもね、そのペダルだったりハンドルだったりが触れれば別に、はい、まあ、成立するじゃないですか、はいはいはい、それこの中でどんだけクラッシュしても別に痛くないし、はい、お金かかんないから、はいはい、全然このどんだけ寄せれるっていう印象とかいうのはやっぱりこのやってみないと分かんない部分はあるし、あ、そういうリスクはかなりゼロだよね、はい、もう本当に電気代だけだから、はい、やっぱりそのぶつけでいいとは思ってないけど、実際一回ね、はい、この中でぶつけてみると、あ、ここまでいっちゃうからダメなんだなっていうのがあるし、はいはいはい、だそういう限界を知るっていう意味でも、その実写をぶつけて修理代っていう考えずに練習できるから、はい、実写で怖くてできなかったことをシミュレーターでいろいろこう試したりとかっていうのは、うん、まあ例えばもうどんだけね、角度つけれるのっつっても血侵入っつって言ってさ、そのままズコンっていってドーンってぶつかるような、はい、無理な、ね、振り返しとかも、はい、まあ、これだったらやってみても別に痛くないし、うん、逆に言うとその今俺なんかそのロータリー持ってるからレブって別に関係なしでいけるんだけど、どんだけレブってもいいのかなみたいな感じでバババババババってこれでも走ってるし、限界を知るっていうのはやっぱりこれでもうやっちゃえるから、うん、他の車 乗ったことあります？乗りました？で今はこのね、本当に反射を、はい、まあ、1回乗せてもらってっていう感じで今練習したんですけど、はい、実際初めは違う1、3のシルビアだったりとか、はい、でね、そのガヤさんが乗ってる、ね、報道のあの、なんかね、あのあるじゃないですか、峠いっぱい走ってるやつとか、ああいうのでも乗ったこともあるし、はい、だからね、そのね、やっぱりいろんなのも、この体感できるっていうのもすごくいいことだし、はい、みんなでこう話しながら、はい、うん、話しながらもこう、ああでもないこうでもないって言いながら、まあ、逆に言えば峠とか、これ今サーキットなんだけど、はい、峠とかをまあみんなでこう、ガヤさんがこうここに集まろうねっていう感じで、まあ、ね、開いてくれればそこでみんながこう集合して遊べるっていうのはすごく、まあ、競技に対してトレーニングって考えるよりみんなで集まれる遊びの場みたいなものもできると思うんで、はいはい、今僕はもう中心はそのトレーニングっていう意味なんだけど、はい、実際ね、ガヤさんちょっとね、峠で遊びましょうみたいな感じで、はい、そういうのにも使えるじゃないですか。そうですね、今もうオフになるし、そういうのでちょっとね、みんなでこう楽しむっていう意味では、うん、そういうのを使いながらやっていきたいなというふうに思ってますね。今日はあのガヤサバに日比野っていうアカウントがもしかしたら出てくるか、スタンライド日比野ですね、お金日比野ですね。あ、もう皆さんにバラしちゃいましたね。もしかしたら峠でひっそりと走ってる。いやー、ちょっと名前書いていいですか？はい、これうちも提供していただいたトランスキューブ、ね、はいはい、なんですが、折りたたみ、うん、はい、ができてすごいコンパクトになるんで、はいはいはい、はい、そうですね、ご家庭にも、うん、はい、置けますし、やっぱ全然剛性違いますよね。どうですか、こう乗ってる感じ。大体サイド行くとガコガコっていうね筐体があるんですけど、はい、これは本当になくて、あと本当にハンドルもそのブレとかも切ってこうハンドルくんバターンって戻ってきた時に、はい、ブレもないんで、ちょっと田中さんにちょっとね、もう本当にしっかり聞いてないんですけど、これが変えるっていうことを言ってました、はい、2022年の3月から、はい、サブスクだったり、販売、うん、ようやく開始できるんじゃないかと、うん、こういう時期だったんでちょっといろいろ作業も遅れてたりとかっていうの で、うん、で僕らもすごい問い合わせあったんで、はいはい、ようやくっていう方で、うん、で僕らの方でも随時アカウントで公式アカウントで発表しますので、はい、ちょっとこの3月ぐらいまでお待ちいただければと、はいはい、これのなんか説明の動画作ってたよね。あ、そうですね、細かいの作ってました、はい、でちょっとまあまあ、もう本当に興味ある人それ一回見た方がいいですよね。そうですね、よろしくお願いします。で、はい、オプション費なんかも、はい、十数点出るらしいです。で、マジっすか。はい、で僕らも日々社長にフィードバックを送ってるので、はい、もしかしたらもっと良くなってる可能性もあるそうなのでちょっと期待したいですね。はい、なるほどっすね、はい、今日はちょっとガヤファクトリーが、はい、日比野さんのガレージに、はい、遊びに来たということで、はい、はい、まあ、実際僕も今この日比野さんが乗ってるところ見たのは、はいはい、これ初なんで、はい、実車のように乗ってこう、はい、ね、常にこう練習するんだけど、はい、
まだねやっぱりねちょっとねうまく走れない部分はやっぱあるんですよ。追走の時に距離感だったりとか、こんだけ切ればこんだけの角度のはずだろうっていうところちょっと違ったりとかはやっぱりあるんで、そこら辺もやっぱり今後ちょっとね、そうですね、一緒に、はい、そうですね、もっともっと煮詰めて、そうですね、まんま実写っていうところまでちょっとこぎつけていきたいかなと思います、ね、それがやっぱり今の目標かなっていうふうに思ってて、はい、だから今これはもうこれでちょっと今乗りこなすようにトレーニングするんだけど、実際これよりもさらにこうした方がいいよっていうところは見つけといて、それで今後ちょっとうまく本物志向に行きたいなと思って、はい、ぜひ協力してください、はい、どっかで、はい、あのコラボできましたら、はい、はい、そうですね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。またじゃあ自宅からオンラインでお会い、はい、よろしくお願いします、はい、また繋いでよろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございます。お、で、これが皆さんのここどこか知ってる？こう、知ってますよ。え、どこ？リバ、どこどこ？リバ、リバティウォークじゃないですか？リバティウォークさんですよね。そう、愛知県の綾瀬にあるリバティウォークの本当にお店ですよ、はい、で、これ、見たことある？これ、これ実はね、これナンバーついてんのよ。あ、じゃあこれは走ってる車とは別の、これ本番車じゃなくて、はい、全く一緒の形してる、はい、普通の車です。ナンバーついてる、街乗りできる車。あー、なるほど、うん、で、これは優しいようで、はい、今ベタベタになってるんだけど、もう着地してるから、これ。これ、本当だ。わかるこれ。これと同じ、まあ、エアロというか、で、走ってらっしゃるんですもんね。オーバーハングすごいですね。これで走ってるから。すげえだ。本当にここのお店来てもらえれば、この車あるんで。はい。うん、これ、まあ、見て。あ、見えると。で、まあ、あっちにはね、カフェがあって、はい、コーヒー飲めるし、はい、ランチ食べれるし、はい、まあまあ、いろいろ、みんながこう、お客様すぐに集まれる。あ、はい、僕は、まあ、おもちゃ入ってて、はい、あっちはバレル、まあ、このフックがね、はい、うん、あるん で、はい、で、ちょっと遠いけど、あっち、はい、スーパーカーが置いてあるんですよ。おー、すげー、どこかで見たことあるような。俺、ランボルキーニって、多分初なんだよな、間近で見るの。すごいな、ほんと。これ、はい、残念ながらね、今日ね、社長ちょっと買い物行っちゃっていないからちょっとね、出演が無理なんですけど、うん、わかりました。はい、次ゆっくり、はい、ここ来て。そうですねこれだからこれちょっとシルビアでこのサイズは、サイズ感は初めてですね。うわー、シルエットフォーミュラや。ちょっとね、これ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 、はい、フォーミュラDのアウトゾーンの。あ、なるほど、これ本物。へえ、これね、新品買うと2万円らしいんだけど、はい、これ中古でボコボコだから2000円。9割引きで買えるってことですね。ちょっとね、フォーミュラDのまあね、名残ということで、はい、こういう感じで込めておきたい。あー、でもそうですね、これアウトライン寄せてバーン行くんですもんね。そう、雰囲気あるでしょ。あー、本当だ、本当にボコボコになってる。あー、これが唯一の傷跡。はい、ということで、日比野選手とのコラボ動画だったんですけど、どうでしょうか。まあ、シミュレーターって、まあ、リアルなのどうなのっていう人いっぱいいると思うんですよね。その中で、まあ、やっぱり日比野さんが実際にトレーニングとして、まあ、使ってるものっていうのが、まあ、今回はっきり分かったと思います。足回りとかハンコン設定、これめっちゃ重要になるんだけど、ダイレクトドライブですね、一番リアルにより近いんで、プロドライバーの方々はその辺を使っていくと思うんですけど、別にそこ使わないとリアルじゃないよとか楽しくないよっていうわけじゃないんですが、ついにね、ドリフトのプロの方々にも、アセットコルサ使われる日が来たって感じですよね。はい、ということで、まあ、今後も日比野選手とコラボ動画だったり、日比野さんの方のチャンネルでアセットコルサの配信やるって言ってましたけど。あ、そうですね、一応相談は受けてます。今後来年からオフシーズン中にライブ配信とか動画投稿するっていう形で、はい、ぜひね、プロドライバーのアセットコルサの操作、はい、そういうのなかなか見れるチャンスないので、ぜひ日比野選手の、はい、YouTube チャンネル登録して楽しみにしてください。まあ、こんなことでやっぱシミュレーターって結構世に出てきてるんで、シミュレーター関係のお問い合わせがめちゃめちゃうち来てます。最近めちゃめちゃ多いですね、本当に。はい、なんで、動画で詳細に説明している
再生リストっていうのを作りました。この動画の概要欄にも貼ってありますので、ぜひ気になる方は見ていってください。でですね、最後の最後まで見てくれた方に朗報です。はい。お次の、はい、とあるレビュー動画、はい、とんでもないプレゼント企画ご用意できそうです。あ、聞いてます。ぜひチャンネル登録をして、あの情報をいち早くゲットしていただければと思います。あ、ベルマークもしてもらって、通知機能オンにすると、新しい動画表示されますんで、はい、まあ、見逃さずに見れますね。そうですね、はい。まあ、そんなところで、ガヤファクトリー、まあ、ストリートの、まあ、そうですね、動画、当時のような動画をシミュレーターでたくさん再現している動画もありますと、まあ、そちらもですね、ぜひぜひご視聴していっていただけたら幸いと思います。そうですね、バーチャルストリートプロジェクト、はい、よろしくお願いします。ガヤファクトリーでした。